ようございます。 X ブレードアンバサダー三石忍です。はい、今日はですね、千葉県大原湖天政丸さんよりライトヒラメイワシの泳がせでチャレンジしたいと思います。はい、今回はですね、このオムニウムライン 1.5 号を使って皆様にこのラインの良さを伝えたいと思います。頑張ってきます。今回のこのライトヒラメなんですけども、横流し、船をね、風に対して真横をドテラ流しで釣っていきます。で、1回ずつ入れ替えをして、かっこみ側、船下にラインが入る側、そして払い出す側というのを交互に1回1回の流しを変えて釣っていきます。で、ね、そして餌はですね、生きイワシです。マイワシの生きたのをつけてます。それでですね、こうたまに誘いを入れて遠くのヒラメにもアピールをする。そしてこの時にですね、大事なのはマイワシの動きなんです。マイワシがこうヒラメがね、近寄ってきたり魚が近づいてくると食べられたくないんで暴れるんですね。その変化を手に感じることができると、おそろそろ当たるなって構えられます。で、落ち着いてやり取りもできますからね。その辺の差というものがハリスであったり P ラインであったりでだいぶ差が出てきます。このね、泳がせ釣りにはね、オムニウムのこの高密度な感度の良いラインっていうのが非常に生きてきますね。そしてね、ヒラメはね、根回り攻めます。砂地ではなくてね、岩礁帯がある周りを攻めることが多いです。そういった時にもね、ラインの摩耗っていうものに強いオムニウムは安心して使っていけますね。上げましょう、上げてください。で、この上げてくださいって指示の時もイワシが弱らないように、あまり急いで巻かないようにしてくださいね。はい、当たってます。なかなか食い込まないな。よいしょー、どうな。おうノーミスでございます。やっぱね、ラインの張りがしっかりしてるので、ちっちゃなあたりイワシのね、暴れっていうのがしっかり手にも竿のも伝わってきます。これね、密度の高いラインのなせる技ですね。はい、餌付けなんですけどね、ここの目のところを隠してあげるとイワシ暴れません。で、背びれの後ろでもいいですし、横でもいいですし、このね、孫針の付け方は様々あります。イワシちゃんが暴れております。当たらないかな。暴れております。でね、このヒラメ釣りの一つのポイントは、こうヒラメってこう皆さん海底にいるイメージを持っているので、下ばかり攻めてしまう方が多いです。で、重りずっとつけっぱなしにして重りをトン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 やっていると、当たり正直言ってかなり減ります。あえて私なんかこう浮かしてるんですけど、あとね、割と型が大きいヒラメっていうのも、そこから割と高めに切ってる方が来てくれたりすることも多いです。底物なんで、底ばっかり攻めるっていう頭は捨てて、ちゃんと重りを切って、で、払い出しの場合ってすぐこうね、重りが下構えにしてるとすぐトン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 しやすいので、私は割と払い出し側の時はこう竿を高めにして
で当たった時もしっかり不安なくスーッとラインが向こうに行ってしまっても安心してやり取りできるように割と高めで構えてます。このね入り込み側っていうのは竿が曲がってくれるので仕事してもらえるんですが、払い出しっていうのはね前に行くので竿がそんなに曲がらないですからね。そうなってくるとラインとのやり取りっていうのが大事になってきます。でそういう時でもねその情報であったりいろんなことを伝えてくれるやっぱり高感度なラインっていうのが釣果の差になってきますね。でも重りはねたまにトンってつくぐらいでいいって思っててください。で例えばこうすっていって重りが当たってから次の重りがグーってコン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 ってなるまでにこれだけ差を高くしておくとこれだけのタイムをこう重りを跳ね上げないで魚とやり取りすることができるんですね。これがもう下構えで重りがすぐついてるついてしまうような場所でやってるとじゃあ当たったって言ってももう一瞬でゴン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 ってもうすぐ重りつきましたよね。こういう状態になっちゃいます。で重りが当たった時にトン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 するとイワシ離しちゃいますからね。重りがトントンしない状態をいかに長く作れるかこれ大事です。こうね、ノーマル時の時はそんなにイワシが暴れてないっていうのが竿先見てもらっても分かると思います。これが当たり出る前になったらねイワシが暴れ始めますからね。忍ぶ的ワンポイントとしましては皆さんねタックルとかねリールにはこだわる方多いんですよ実は。で私のこうイメージだとまだまだねあのラインをこだわる方っていうのはこう二分されてるイメージなんですね。でなんでいいのっていうと高密度そして強い糸っていうのはね伝達力っていうのが違うんですね。この竿に当たりを伝えたり手に当たりを伝えているのはまずラインから来るわけですよね。ラインを伝わって竿やリールそして手元に感じてきます。でそういった中でやっぱり密度の高い感度のいい糸っていうものを使っていただくとちっちゃな情報っていうものが手に目に非常に大きく現れてくれるっていう優れた部分を持ってます。でね、従来よりも非常に強くてそして高密度の糸なんですが非常にお求めやすい価格にもなってきております。ぜひね全然こう今までこだわりなく糸何でもいいよ P 何でもいいよ安いのっていう方もぜひ一度ねちょっと良い高密度の8ブレードの糸なんかを試していただいてこのオムニウムぜひ私的にはおすすめですので一度試してみてはいかがでしょうか。ちょっと雨強くなってきたよ。どういうこと？かわいい。かわいい。よし、当たった。合わせますよ。おいしょ。いい曲がり。いいよ。
重たい。おお、引いてくれますね。よいしょよいしょよいしょ、回してこないと。おー、了解了解了解。よっこらっしょ。イエーイ。雨風ちょっと寒い中、2キロ半はあるかな。肉厚、かなりの肉厚、天然の証、真っ白なお腹、真っ白ちゃん、了解ゲットです。はい、お疲れ様でした。ちょっとね、雨と風強い中、ちょっとハードコンディションでしたが、なんとかなんとかいい両型のヒラメに出会うことができました。今日ね、使ったタックルなんですけども、今日はライトヒラメ専用ロッド、それに小型両軸リール、そしてリーダーはレッドオーシャンハリスの、5号かな。で、Pラインの方はオムニウムの 1.5 号を使用しております。そうですね、ノーマルのヒラメ釣りと違いまして、ライトのヒラメ釣りっていうのは皆さんお手持ちのライトゲームロッドでも試すことができます。2メーター前後ぐらいかな、それぐらいの、できればもうちょっと長い方がいいんですけども、2メーターぐらいでもいいです。それぐらいのライトゲームロッドがあれば、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。そしてね、このレッドオーシャンハリスなんですけども、しなやかで非常に結びやすくなってます。もちろん仕掛けももちろんですが、リーダーにもいいですし、あとね、このベロスプールって言って後ろにいっぱい溝があります。糸止めね、切った後の端の糸が止めやすくなってますので、ぜひ皆さんこちらのレッドオーシャンハリスの方もぜひ使ってみてください。そして私はですね、大好きなヒラメ釣りもちろんなんですが、タチウオ釣り、カワハギ釣り、いろんな釣りしております。そして必ず私の使っているラインというのはこちらのオムニウムになっております。ぜひ皆さんね、この高密度高感度のこの糸、ぜひ騙されたと思って一度使ってみてはいかがでしょうか。それではお疲れ様でした。